第三代ウスター伯爵第三代ウスター伯爵、ウィリアム・サマセットは、イングランド貴族。1549年まで、ハーバート教の儀礼称号を使用した。第二代ウスター伯爵ヘンリー・サマセットと二人目の妻、エリザベス・ブラウンの息子として、1527年、頃に生まれた。幼年期はおそらく、モンマスシャーにおける父の領地で過ごしたとされる。1544年に、 父と共に、イングランド軍に従軍して、フランスに駐留。同年7月25日に、カレーで、ジェントルマン・オブ・ザ・プリビー・チャンバーとヘンリー・パッセイの、プリンシパル・エスクアイアーに任命された。1546年7月に、イングランドの施設団と共に、フォンテーヌ・ブローを訪れた。ヘンリー・パッセイの遺言状で200ポンドを与えられ、その葬儀にも出席した。 1547年2月20日、イングランド王エドワード6世の戴冠式で騎士釈に除された。1549年11月26日に父が死去すると、ウスター伯爵位を継承、1550年1月3日に貴族院への議会召集令状を受けた。しかし、父がウェールズにおける多くの官職を務めたのに対し、 第3代ウスター伯爵は同様の感触を得られず、1550年代に借金に苦しめられて、領地の一部を売却した。1551年5月に初代ノーサンプトン公爵、ウィリアムパーがイングランド施設としてパリに向かった時、ウスター伯爵はノーサンプトン公爵に同伴した。1553年6月16日に、 エドワード6世によるジェーン・グレーへの王遺贈文書に署名したが、その内容を実施するための行動には、拒否、1553年7月19日にメアリー一世を大いにつかせる宣言が、セントポール大聖堂で発された時にもその場にいた。同年10月1日のメアリー一世大冠式にも、出席、1554年2月18日に、 ウスターシャーとシュロップシャーの治安判事に任命された。1557年に初代ペンブルック伯爵、ウィリアム・ハーバートの部下として、再びフランスにおけるイングランド軍に従軍した。1558年11月、エリザベス一世がロンドンに向かう旅路に同伴する貴族の一人に選ばれ、1559年1月15日にエリザベス一世の戴冠式に参加した。 妹アンの夫第7代ノーサンバランド伯爵、トマス・パーシーが、北部諸公の乱の首謀者だったこともあって、ウスター伯爵も反乱に合わせて、ウェールズで挙兵することが噂され、また、スコットランド女王メアリー一世を第4代ノーフォーク、公爵トマス・ハワードと結婚させる計画を指示したとも、噂されたが、英国人名辞典はいずれも、事実無根だとしている。実際、 ウスター伯爵は1570年4月23日にガーター勲章を授与され、1571年4月2日に副軍務伯に任命されており、1572年1月にはノーフォーク公爵の裁判に出席している。1572年12月、フランスオシャルル9世の娘、マリー・エリザベートの洗礼式におけるエリザベス1世の名城としてパリに派遣され、 1573年1月18日に出発したが、その道中にイギリス海峡で海賊に襲われ、兵士数人が死亡している。パリでは追放されていた妹アンと会うことを拒否して、エリザベス一世への忠誠心を示し、同年2月27日に帰国した。1586年10月6日の元スコットランド女王メアリー一世の裁判で、 裁判官の一人を務めた。1588年7月、アルマダの海戦に備えて、部隊を編成した。1589年2月21日に、ロンドンのクラーケンウェル近くの自宅で死去。4月30日に、モンマッシャーのラグランで埋葬された。息子エドワードが爵位を継承した。1550年5月19日までに、クリスチャン・ノースと結婚。 一男二女を儲けたが、二人の関係は常に良かったわけではなく、1563年12月には、ウスター伯爵が、クリスチャンに、毎年100ポンド与えることを代償に、別居、1565年に、ウスター伯爵の母が死去すると133ポンド6、シリング8ペンスに増額した。私生活では諸子を三人儲けたほか、カトリックだったとされる。また、 ウェールズの詩人ルス・モーガ・ン・ワグとデイビス・ベンワンや演劇のパトロンだった。当時としては数少なく、主にウェールズに居住した貴族であり、1560年代に居城をチェップストー城からラグラン城に移した。1550年代には財政難に苦しんだが、妻の父からの援助もあって、1580年代にラグラン城の大規模改修を行えるほど回復した。 ありがとうございます。